日本東京都目黒区目黒目黒は東京都目黒区の町名。現行行政地名は目黒1丁目から目黒4丁目。郵便番号は153-0063。歌川広重目黒区内の町長としての目黒は区をほぼ東西に横断する目黒通りの北側沿いに、東端は品川区上大崎に接する目黒1丁目より、西方向には、 目黒川を横切りさらに山手通りを横切って、西端は中町に接する目黒4丁目まで1キロメートル強に渡って大城に続く地域である。北で見た東で品川区上尾崎、南で下目黒、西で中町、北西で中目黒を隣接する。目黒川が北西から南東に向かって流れており、川を挟んで23区内としては深い谷が、 刻まれている。谷は JR 目黒駅から目黒通りでは、ゴンスケ坂を降り、下ったところで目黒川が流れる。その左右がすべて南西に下る台地となっており、台地から富士山が望むことができる。また目黒川から南西方向に、再度緩やかな都範が続き、下目黒となる。また、JR 目黒駅を根拠とした範章地名としても使われ、 JR 目黒駅が品川区上大崎にあるため、この一帯も含めて目黒地域と称することもある。2021年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば目黒2-18の地点で104万円。 平方メートルとなっている。江戸の守護のために安置された江戸五色不動の一つ、目黒不動は自覚大支援人の創建と伝える古刹である。目黒不動は五色不動の中で最も著名であり、21世紀でも庶民の信仰を集めている。1745年当時は江戸町奉行が管轄する町屋の南西の端に位置していた。 拡大する江戸の範囲を得ずに引いた周囲の線の内側であると1818 18年に定めたとき、目黒は守備機の外側にあった。ただし、町奉行の支配地域である黒線の内側には入っていた。本来であれば、江戸の領域外となるはずだったが、目黒不動村のために唯一の例外として御府内とされた。江戸末期に至るまで武家地としては元より、 町人町としてもほとんど機能しておらず、目黒不動村の寺町として栄えていた、竹の子の名産地だった、旧、江原郡中目黒村と下目黒村にまたがる、地域である。そのため、中目黒や下目黒とするわけにもいかず、結局は、目黒駅に近いことから目黒と名付けられた。中目黒村、下目黒村や目黒町の中心地域ではなかった。目黒区役所は、 上目黒にある。当地内に鉄道は通っていないが、東急目黒線、都営三田線、東京メトロ南北線、山手線の目黒駅が地域東側の上大崎にあり、付近の公共交通の中心となっている。駅前の商店街で毎年9月に行われる目黒の三馬祭りは東京の初秋の風物詩となっている。1996年に始まり、 2015年では20回目を迎えた。ありがとうございます。